まあね、私の大好きな愛してやまない道枝さんとの新しい、いやこれ本当にマジで一大事はい、あのね、一大事、そう、まあ話は遡りまして、そのラジオでも話したことあるように、はい、誕生日プレゼントでパジャマをちょっとお渡ししたんですよ。はい。でそしたら、なんということか、道枝さんがインスタグラムにそのパジャマを着て写真をね、はい、載せてくださったわけです。すごいね。すごいよね。それすごいね。しかもその何、コメント欄っていうのかな、うん、そこに山木伊沙ちゃんからもらったの。いやちょっとね、本当にすごい、びっくりした。名前を載せてくれるだけで本当に、そう、打ったんだよ、それ。そう、山木伊沙って、そう、変換もしっかり、そう、もうそれだけでさ、ね、とっても幸せで、しかもその縁もちゃんとその黄緑色、うん、になってて、え、すごい、そうなんだ、そう、それも気づかなかったわ。もしかしたらたまたまかもしれないけど、もしかしたら考えてくださってたのかなと思うと、うんうん、嬉しくて、でたまたまそれがね、そのコンサートの帰りの、そうでしたね、そう、新幹線の時にね、そう新幹線で私は気づいて、うん、でそのちょっともう軽く小躍りしてたわけ、うん、まあ、もう本当に幸せと思って、マネージャーさんとかにもちょっとこう自慢してみ、本当です、なんか騒がしく隣で、ね、ごめんね、そう、隣だったもんね、はい、でなんかこう見てくださいとか言ってキャッキャしてたら、はい、マネージャーさんが、その道枝さんのマネージャーさんに、うん、ヤマキが喜んでますみたいな話を送ってくださったわけです、うんうん、そしたら道枝さんのマネージャーさんから、うん、さらに道枝さんにだってよみたいな感じで送ってくださったらしくて、でそれから、あ、嬉しい、ありがとう山木ちゃんみたいな、うんうん、LINE がこうまた戻ってきたわけです、はいはい、私まで、うん、さらにそれで嬉しくて、でもう本当にもうこれ以上ない幸せだなと思って、そうだね、でそれで、まあ、一段落して、はい、またちょっと眠りについたわけですでふと目が覚めたら、なんかちょっとね、騒がしいの、ね、そうなんですよ、ざわざわしてて、ざわざわしてたね、そう、新幹線の中がでそのなんかどうしたんだろうと思って、はい、マネージャーさんに聞いたら、ちょっと山木やばいよ、なんですか、大変なことが起きた、なんですかって聞いたら、その画面をね、トーク画面を見せてくださって、はい、なら道枝さんから、そのマネージャーさんに、直接お礼を言いたいので、山木ちゃんの連絡先聞いてもいいですか、できて、はい、いやもうこれがどれだけすごいことか、うん、だってリサちゃんにとって道枝さんはもう女神様ですから、そう、もうこう下でもうこう地上でね、はーってやってる状態、そっからいきなり手が差し伸べられてね、すごいことですよこれは。何って話じゃん、うん、でも別に私はその連絡先を知りたいとか、うん、まあその欲しいか欲しくないかで言ったら欲しかったけど、確かに、だけど別にね、その高望みはせず、うんうん、もう今の状態だけでも再生してくださっただけで嬉しかったのに、ね、こんな急展開があってもいいのかと思って、うん、でもう私実際に LINE が来てしまいました、うん、でまあ私もね、いろいろ考えて考えて LINE ちょっと返したんです、はい、続きはまた次で。これ結構、また次もね、すごいの。次も本当にね、はい、なんで道枝さんって優しいんだろう。本当に、うんうん、本当に女神だなって思うような。いやー、これは気になっちゃいますね。でしょ？もう、聞くしかないですね。でしょ？次回をね。ということで次回お楽しみに。お楽しみに。続く。続く。はい。ということで。